でまた自分を考えなくなった瞬間にあなたの真の幸せは見つけられませんよ、うんうん、なんていうことが書いてあります。人は例外なく時と場合に応じて9つ全ての認識システム、まあ、認識システム、9つの認識システムを利用します、うん、でまた定点値となるポイントが1つあります、うん、定住ポイントは自分では気づきにくく、うん、まさか自分のポイントがそれのわけはない、うん、と無意識に見落としてしまうことがあります、うんうん、またこの定住ポイントは一生変わりませんと知っておくことも重要です、うん、でまたストレスにさらされると、うん、定住ポイントとは別のある特定のポイントに移動し、うん、そのポイントの戦略を使います、うん、これはあれですね、うん、リソさんでいうところの健全不健全の話ですね、うんうん、おそらく、うん、でもまあこれではいろんなポイントに移動してそのポイントの戦略を使うという話が出てきます、うんうん、まあ他のエニアグラムの本でも、うん、どのタイプでも持ってるっていうのがおそらくそうなんでしょうね、うん、でこの認識システムが自己に目覚めることはありませんと出るんですね、うん、私イコール認識システムであるという思い込みからあなたが目覚めるのですと、うんうんうん、認識システムから自由になるには、うん、まず自分が無意識に行っている自己認識がどのようなものなのかを突き止めて、うん、それに向き合う必要がありますと、うん、エニアグラムは人間関係で生じる微妙な力関係を露呈しますと、うん、ぜひ敬意を持って慎重に扱ってくださいと、うん、他人をやり込めるような使い方、うん、またはあなたはこのタイプだって型にはめるようなやり方はもってのほかですと、うん、なのであくまで自分だけ使うのは、うん、でまたこの認識システムが自己に目覚めることがないっていうところですね、うん、目覚めないんですね。これはシステムですからね、きっと OS これが私だってシステムから言ってくることはなくて自分から掴みに行ってる感じですよね、きっと。まあヨガも言ってることはそうなんですよね、うん、要は自我に目覚めようなんて言いますが、うんうん、で僕は自我ってなんだよって言ってましたが、うんうん、この自己認識が僕なんですね、うん、違うよって話なんですよね、うんうんうん、そうなんです、違うよって話なんです、うん、僕ではない、これがそうなんです、これイコール僕ではないって話ですもんね、はい、これはね、うん、そうなるとね僕多分泣いてるんですよ。何が泣いてるんですか。僕バーって向いていくとね、はい、多分泣いてると思うんですけど、うんうんうん、見たくないんですよね、それを。見たくない。いやでまたね、うん、それを探したとしましょうよ、うん、でもそれすら外側だって話じゃないですか。探してみたとしましょうよ、見つかりましたとしましょうよ、うん、これで飯食ってけますかって思うんですよ、うん、思いません。これはこれがあったところでさ、うんうん、ですよ多分。何になるのってなりません、うん、あ、僕これ見つけるのを教えることができますよってこれいうことでお金を集めることはできるかもしれないですけどこれは多分幸せになるのに必要なものって言っても言ってますよね。言ってます、この本では言ってますよ、はい、幸せとか愛、愛と自由ですね、食っていくために必要とは言ってないですもんこれ愛と自由、幸せを掴むためには必要って言ってますもん。食っていくのはあの頑張って働けですよ多分精神的なもの、そこは一緒じゃないんだ、うん、それは一緒じゃない、一緒じゃないの。食えれば幸せだったらみんな幸せですよ多分。日本人はほぼ90% ぐらい、 90% ぐらいは多分もう衣食住に困らない日本人はみんな幸せだって言ってるはずですもん。食っていくこととは関係ないとこでみんな苦しんでるわけじゃないですか。本当に食っていくことだけで言えば日本人のほぼほとんどの人、おめでとうおめでとうおめでとうはみんな食っていけてるわけじゃないですか、うん、でそれ以外のところでみんな苦しんでるわけじゃないですかこれはそれですよね多分。これは苦しいですよ、はい。もこちゃんごきげんよう。ごきげんよう。向いたら泣いてるんじゃなくて、それも向いたらさっき本が言ってたみたいに愛と自由が見つかるんじゃないですか。見つかるのかな。まあその泣いてるのすら、まあ、外側ってことじゃないですか。ああ。多分。そうなのかな。うん。悲しいはずって思ってる。思ってるはず。思ってる思ってる。っていうのがまあなんかタイプですよみたいなと
そうじゃないですか。だと一生見つからないで、はい、そう、これは早計ですね、はい。で例えばね、はぁと思ったのが、はい、どこまでも続く闇夜に解き放たれたスパーク、はい、これはおそらく比喩で、うん、要は何かそういったセミナーとかで、はい、はぁってひらめいたりして、うん、気持ちいいってなるじゃないですか、うんうんうん。魂がそのようなものだとすれば、うん、スパークだけが真の自己なのではありませんと、うん、闇夜も、うん、その向こうに広がる宇宙も、宇宙が生じた場も、そのすべてが真の自己ですと、うん、魂は不滅の意識でできていますと、うん、魂は不滅の意識を探し求めていますが、自分が自分を探し求めているのですと、うん、っていうのを僕は見て面白いと思いながら、うん、わけがわからんと思うんです、うんうんうん、そんなのがあるのかよって、はいはい。でも隊長がなんか今ちょっと隊長に今ちょっと救いを見たのが、はい、まあ、先ほど読んだね、うん、自己認識を発見して、うん、これが僕だ、うん、じゃないじゃないって言った時に、うん、あーって言ったんですけど、うん、そのね、うん、あーを聞きたいんですよあーの真意をそこで聞いてくれればよかったのに。何だったかな、まあ、多分自分っていうものがあって、はい、で、まあ、そのタイプっていうのはまあ戦略的なものですよね。得意なもの、得意なものだけでもなく、はい、場合によって違うものも使ってるって話じゃないですか。使ってます、使ってるでしょうね。そう、はい、なのになんか自分がこうこのタイプだってなんか思ったものだけ自分だみたいなことを言うわけじゃないですかはい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 、っていうのはおかしいよねって話ですよね。わかったエニアグラムのタイプが、うんうん、あなたじゃないよってことね。そう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 、うん、それはこう周りにある機能としてある。あーすごいめっちゃ自由じゃん。自由ですよ。何やってもいいんだ。何やってもいいですよ。で何もやってるわけじゃないですか。もう本当に例えば6だとしたら6のことしかやってないわけじゃないです。いろんなタイプの、うん、いろんな特徴を使ったりするわけじゃないですか。うん、でまあそういうもんですよ多分。でそれが結構無意識のうちに使ってるものをこれが私なんだみたいなことを言うけど、別にそれ使わなくても他のことでも使えるしみたいな。このタイプ自身が自分ではないっていう。なくていいねって話だ。なくてエニアまあ機能の一つですよみたいなあるけど、うんうんうん、これ全部なくなった、うん、トゥルンとした僕がいるって話ですよ。トゥルンとしたやつがいるってことですね、はいはいはい。でその周りにこうエニアグラムタイプみたいなのがあって、まあ、よく使うものとかあまり使わないものとかあるのかもしれないけど、あー、うん、なんか分かった気が、うん、今の文すごいですね、うん、なんで他の方に書いてなかった、書いてあったのかな、うん、まあそういうニュアンスはあんまり聞かないですよね。そういうことですね、うん、おそらくそうですよね、うん、皆さんが悩んでるのって、うん、多分、うん、これが私だ、うん、と思っているんですよ。この子も永田カビさんもこれが私って、うんうん、で勝手にハードルを作って、うんうん、私じゃあ超えられないってなるんですけど、うん、そのハードルはあなたにしか見えてないし、はいはい、誰も儲けてないよって話ですよね、うんうん、で僕たちが何がどっかうって思ってるんだとしたら、うん、それすらないって話ですね。まあそのいやあるけど、うん、あるけどないない。まあその自分で苦しさを作る生み出してる、まあ、この本の人もそうじゃないですか。自分でこうなんか妄想とか理想とかなんかいろいろ作り出して、はい、それによって苦しんでるわけじゃないですか。はい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 。他の人が幸せ、ああいう風になれない自分は良くないみたいな。エゴの誕生はい、何もない空の意識の場に、うん、初めに私、愛、愛っていうのは、うん、はい、あの英語の愛ですね、うんうん、私、はい、という思考が生じます、うん、すると私イコール肉体だと自己認識し始めます、うんうん、私は二等兵です、48歳です、うん、というのは肉体との同一視です。純粋意識に、うん、私は誰それである
という思考が生じ、ある特定の肉体との一体化が起こると、肉体、感情、思考っていう三角形の図が出来上がりますと。私は誰それであるという思考が起こると、それと同時に私がいると、私以外のものっていう世界もまた立ち現れますと。私が生じなければ、あなた、彼ら、彼女ら、それあれ、という区別も生じませんと。私という世界が生じると、自分は内側に、世界は外側に配置されます。こうして自分の中にエゴの孤立化が始まります。あらゆる苦しみはすべて自分は世界から切り離されているという孤立感から生じますと。めちゃめちゃ面白くないですか。みんなは空なんですよ。本当は一体なんですね、これは。でも私が出た瞬間に世界が出てくるんですよ、区別が始まる。これをね、今日ちょっと新幹線に乗るときに、うん、わすげえと思って、で、アダムとイブの神話はまるで意識の目覚めに向かうプロセスを象徴しているかのようですと。エデンの園はワンネスの中にあり、そこに住む人間にはまだ自意識がありませんと。創造主である神がある一本の木の果実を食べてはいけないと命令を下します。この果実を食べるには、人間はマインドの力を使って神に立てつかなければなりません。肉体に生じる欲望が神の命令に背くようにそそのかしますと。善と悪の知識の実を食べたことで、エデンの園のワンネスが壊され、人と神、男と女、生と語、恥とプライドといった二元性がマインドに生じます。そして人間はエデンの園から追放され、マインドに支配されたまま神と戦いながら、幾代にもわたってさまよい続けます、その行く末が戦争、争いが絶えない地球ですと、でもこれをでまたちょっと面白かったのが、空と、要はそのアダムとイブ、同じこと言ってたんだ、っていう一つだった、みんな一緒だったのに、自分が出た瞬間に区別が始まり、争いが始まるっていうね、これを解き放つと幸せになれるってよ、どう思います？どう思うか。どこに幸せがありましたか今。まあそれが外側って話ですよね、きっと。自分が作り上げてる でもこれもさ、一種のセミナーみたいなようなもんで、多分まあ見た、今こうやって見てくださってる方はエニアグラムの方を、エニアグラムを知ってるのでね、ああそうなんだと、エニアグラムって確かに、その認識のシステムだねと、あなたを動かしてる OS だねと、じゃあこれがなくなった時に幸せなんだねって言葉で理解できても、じゃあどうすりゃいいんだよって思いますよね。まあそれ修行ですよ多分悟りを開くんですよっていう話ですよねこれ多分なるほど、楽な道はないんですかね。楽な、明日から楽になりたいじゃん。まあでもこの全部その思い込みで苦しんでるわけじゃないですか。まあ全部じゃないかもしれないけど。そうで、アドラーは言うんですよ、幸せになろうと思った瞬間から幸せになれるって、本当ですかね。でもこのそれが幸せじゃないって思うから幸せじゃないわけじゃないですかこんなの幸せじゃないって思うから幸せじゃない。そのさっきの食ってくみたいなのはみんな食えてるわけじゃないですか。はい、別にこうタイプなくてもどのタイプでもみんな働いてるわけじゃないですかで食えてない人はいないですよね、でいないし、どのタイプでもいるしみたいな
なるほど。そうするとタイプの話、食っていくのとあとタイプはまた別の話。うん。だからこう思い込み、思い込み、これが幸せだ、そう慣れてないこれは不幸せだみたいな、で自分はそっち側にいるみたいなところですよね。そ、あのね、はい、いや言ってることはね、はい、理解、あの、うん、文としては理解できるんです。わかります。テキストとしては、うん、でそれをどう手放すかですよね。これ、うん、分かったらすごいですよね。でそれがまあこのそれのヒントがそのエニアグラムのタイプみたいな話じゃないですか。そこにとらわれてるよねみたいな、それを一つずつ手放していきましょうみたいな。